ちらアメリカのガルフストリームパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。本日出したのはデジャーモンロー。綺麗なスタートを切りました。フライティルドーン前に行きそうです。デジャーモンロー、それに続いています。さらにはダイテックヘリオス、1番ニュースインディア、その後ろムービースター、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはダイテックヘリオス、ニュースインディア、すぐ後ろその外にデジャーモンロー、ソルエーム、そのうちに続いています。並んで12番フライトワルツ、マリンデライト、そのうちに続いています。その後ろにティーアクト、並んで11番サンブラッド、青の帽子、オートキャニオン、その後ろナイトコンサート、すぐ後ろ並んで8番クリス・ザ・タレント、しんがりからムービースター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から2番フライティルドーン、一気に先頭に立ちました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてフライティルドーン、2番手はダイタクヘリオス、これは絶好の手応え。ニュースインディア3番手、大外から黄色の帽子、ダイタクヘリオス、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったダイタクヘリオス、ダイタクヘリオス先頭、2番手はフライティルドーン、あと 200m、 ダイタクヘリオス先頭だ、ダイタクヘリオス先頭、2番手はフライティルドーン、ダイタクヘリオス1着、ダイタクヘリオス完勝、ダイタクヘリオス1着。2着はムービースター、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイタクヘリオス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。1番人気に応えましたミスター東陣、見事です。